こんばんは、花屋の山さん、そして動画をご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。旅から帰りましてね、大分からここまた広島に戻ってきたんですけども、花屋の山さんからね、前回いただいたメッセージ、言葉がとっても大事だっていうことだったんで、じゃあどんな言葉が大事なのかってことをね、今回はちょっとね真面目にお伝えしようかと思います。まずですね、自分の運気を下げて、そうですね、貧乏神を呼びつけそうな言葉の一例をちょっと申し上げますね。これ考えたことある方もいると思うんですけども、どうでしょうか。例えばですね、汚い言葉をよく使う方ってのは、汚い言葉が好きな人が集まるんですよ、ね、今回だけ言いますけども、ボケ、クズ、死ね、ね、こういった言葉っていうのは自分が発するとその言葉に引き寄せられて、同じような言葉を使う人が寄ってくるんですよね。まあ、ですので、ね、口から出る言葉っていうのはいつも美しいものにした方がいいと思います。それこそね、綺麗事ばっかりがいいです。そんな綺麗事言うなっていう人がいますけども、汚いものが好きな人はそういうこと言うんですよ。ですので綺麗なものをね、好きになった方がいいのかなと思いますね。そして物欲しそうなことを言う言葉っていうのも、物欲しそうな言葉を言う人が寄ってきます。だからね、ください、ちょうだい、お願いします、これを言いすぎると、ください、ちょうだい、お願いしますっていう人ばかりが寄ってきますんで、結局収拾がつかなくって足の引っ張り合いとかね、じゃあお前が何ができるんだよみたいなね、売り言葉に買い言葉っていう風なドツボにはまるんですよね。その他ですね、消極的な言葉も良くないですね。でも自分にできるかしら、どうせ何々でしょうか。このでもとどうせが口癖になっている人は、でもとどうせの人になっていくんですよ。しかもそういう人ばかりが周りに溢れてきます。だから誰を見ても自分と同じレベルになっちゃうんですよ。そうじゃない、本当はですね、周りを見たらみんな素晴らしい方ばかりと、見る人見る人、あ、自分には持ってない素晴らしいところ持ってるなっていうふうに、人のいいところが見つけられるようなね、そんな人で囲まれると、もっともっとね、プラスに働いていくと思います。まあその中でもね、みんなはいいよねと、自分はもうそこまで上げられないしとかね、生まれが悪かったんだとかね、自分は運がついてないんだとかね、そういうふうな消極策に入っていく方もいると思いますので、そういう方を見つけたらね、ぜひね、励ましてほしいなと思うんですよ。そういうふうなね、人を励ませる人になると、言葉っていうのはエネルギーを持ちます。で、肝心なのはですね、すごく大切なことなんですけども、やっぱりね、人を貶める言葉とか、汚い言葉とかね、そういう思考っていうのは本当に用心しなければいけないのは、まさにそういう言葉に付き合ってることっていうのは、時間の無駄プラス自分の脳がね、汚染されてるんですよ。ですので、いつの間にかそういう言葉に慣れていってしまって、口から出るようになってきます。もしくは人を傷つける言葉で自分がね、気づかなくなってくるんですよ。これは恐ろしいですよ。私はね、やっぱり身の回りの人とか、ちょっと縁の遠い方でも、先ほど申し上げたようなね、汚い言葉をこう聞くと、ちょっとね、動きが止まるんですよ。要するに自分が傷つけられるんですよね。そんな言葉聞きたくないなって立ち止まるんですよ。でもずっと聞いてると慣れていって、慣れた先には自分も使うようになるんですよ。これが脳が汚染された状態です。ですので、絶対にそういう言葉が入らないようにとか、そういう言葉が書いてありそうなね、掲示板に行かないとかね、それ非常に大事だと思うんですよ。だからここはね、言葉の力、まさに、花井ロマさんが言われたように、言葉ってすごく大事なんだよね、ではなくてですね、じゃあ具体的にどんな言葉に触れたらやばいのかとか、どんな言葉に触れるべきなのかってことを常に選別して、そういう言葉を吐いてる人を排除してですね、美しい言葉、自分が追いつきたい言葉だけを発してる人と、どん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 ね、縁を持っていくってことを自分で選んでいかなくてはならないんですよ。ですので、消極的な言葉とか、ください、ちょうだい、お願いしますが口癖になってる人ね、近寄らない方がいいです。だからね、すごく大事なのは、こういうふうな具体化するってことなんですよね。で、こういうのも危ないです。不公平だとかね、不平等だってすぐに言う人ね、これ不公平であり不平等なのは当たり前なんですよ。生まれた時にね、お父さんお母さんが揃ってる人、どっちかがいない人います。兄弟がいる人、兄弟がいない人、男に生まれた、女に生まれたね、どこの国に生まれた、どの時代に生まれた、全部ね、みんなが横一線じゃないんですよ。全部違うんですよ。で、成長の過程でもそれが現れます。日本語しか聞けなかった人、いろんな言葉に囲まれた人、ね、いじめられながら育った人、尊重されながら育った人、生まれついての上級国民、這い上がるしかなかったような、そういうふうなね、下級民族、いろいろあります。全部不公平で不平等なの、当たり前なんですよ。だからどうするなんですよね。トランプや麻雀で例えて恐縮なんですけども、最初に配られた手札ってランダムなんですよね。じゃあ、いつも勝てるような手札じゃないんですよ。でも、手の内のカードで勝負していくしかないんですよ。もう勝ちようがなくても挑んでいくしかないんですよね。それがだから、この地上に生まれたっていうことなんですよね。自分が気に入らないこととか、自分には不条理であるというね、そういう条件も込みで私たちは生まれてくるんですよ。どうでしょうかね、生まれながらに
体の不自由な方とか思考の不自由な方っているじゃないですか。でもやっぱりそこで負けてゲームセットではなくてね、一歩でも前に進むようにまさに言葉を尽くしていくんではないかなと思うんですよ。どんな言葉を受け取ってどんな言葉を発していくか、その繰り返しで人生の阿弥陀くじっていうのはこっちに乗るのかあっちに行くのかってことは決まってくると思いますし、やっぱりね、いいことを言う人って人の目に留まるんですよ。いいことを言う人っていうのは多くのその言葉が好きな人が寄ってきて協力的になってくるんですよね。だから手をつなぎやすい、団結しやすいんですよ。で、私たちが憎むべき権力者っていますよね。成功者かもしれませんし金持ち妬みますよね。でもなんでお金持ちになったのか、それは人の役に立っているからお金持ちになったんですよ。お金持ちになった後お金持ち同士で協力しちゃって、お金持ちじゃない人もしかしたら蔑む人がいるかもしれませんけども、そこに行く過程ではね、やっぱりね、人に気に入られるように誰かのために尽くせるような、そういう風な階段を登ってきてるんですよ。成功者や権力者も最初からある人ってのは滅多にないです。どうやって成功していくのか、それは失敗を繰り返してそれを乗り越えて成功に立ち向かっていくからなんですよ。いつも自分の内側と勝負してるんですよね。そして成功するには美しい言葉を好きになること、うん、昔の人が言った素晴らしい言葉の通りに生きていくこと、嘘をつかないとかね、人から物を取らないとか、人を傷つけるようなことを言わないとか、まあ、いろんなことがあると思いますけども、常にそこには言葉ってものがあります。というのがね、教育ってのは言葉によって作られてるんですよね。感覚じゃないんですよ。確実に A が B になったら C だよっていうふうな学習、言葉の組み合わせできてるんですよ。だから適当に噛んでいけることはないんですよね。全ては言葉の積み重ねなんですよ。だから言語ってのはしっかりと、まあ、マネジメントしてですね、この人が言ってるのはどんな意味があるのかなっていうふうに分かるようにならなければならないですし、一つの言葉を浴びせられた時に複数の解釈を持てないといけないんですよ。でそういうふうな形でもっと深みにしていくとかね、解釈の幅を広げていくってことにしないとすぐに行き詰まってしまいます。じゃあこれからね、お話しすることはどういうふうな言葉を扱うことが上手になると自分の運気が増していって、まあ、お金も入ってきて多くの人との縁がとってもいい縁がねできるようになるのかってことをちょっと一例をお話しますよね。例えばね、口癖にするのはこういうアイデアはどうでしょうかっていうふうに日々言うことなんですよ。当然新しいアイデアが作れないといけないんですよ。だからいきなりはできないと思います。いい言葉とかいい事例とかね、とっても素晴らしい歴史上の事実とか、こういったものを学習することによってアイデアが出やすくなるんですよ。だからこういうふうに言うんですよ。人に対して何か誰かが行き詰まった時にこんなアイデアはどうですかっていうものが100種類ぐらい何にでも出てくるっていうね、そこの域に達することだと思います。そうするとそれを聞いた人は前向きになるんじゃないですか。がっくりしますかね。打つ手がないっていう方がいいですかね。それよりもこういうふうなことやってみたらどう、これはどう、あれはどうっていうふうに2のや3のや30のや40のや50のや100のやが出てくるような、そんな人ってきっと人が集まってくるんじゃないですかね。そして良い縁が結ばれるんじゃないでしょうか。いつ言っても何のアイデアも出てこない、いつ聞いてもください、ちょうだい、お願いします、教えてくださいばかりの人って多分ね、あんまり疲れないんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですのでどちらかというとアイデアを与えるとかね、行動力を与えるとか、親切心を与えるとか、こういうふうなことに傾けていく、最初は難しいと思いますけども少しずつ傾けていく、そんな言葉を発してみたらどうかなと思うんですよ。一日を振り返った時にですね、人にこういうことを言うのもいいですね。今日はこんなことをしてみましたっていうふうなことが口癖の人、今日はこんな挑戦をしてみました、結果はいいんですよ。失敗した成功したいろいろあると思うんですけどね、今日はねこんなことやってみたんだっていうふうに誰かに明るく語れるような一日を送ったんですかね、まあ人に語らなくてもいいんですよ。例えばこうやってね、 YouTube で言うとかブログに書くとか、このメモに日記帳で書くとかね、とにかく自分以外の人に発信する、もし自分以外の人に発信することができなければ鏡の前でこういうふうに言うことをちょっと口癖にしてもらいたいんですよ。鏡を見てね、今日も一日お前頑張ったなと、本当に今日ありがとうねと、明日もよろしく頼むよっていうふうにね、これ誰も見てないことを時にやればいいじゃないですか。恥ずかしくもなんともないですよ。いや、鏡に向かってね話すことが恥ずかしかったら、鏡に映ってる自分以外の人に話すことなんてもっと恥ずかしいですよ。だからまずは自分の内側に語りかけていくってことから、そして自分が自分を一番励ましてあげる、そういうふうな肯定感ってのを持っていいんじゃないかなと思うんですよ。で、こういうことを言う人もどんどん運気が良くなって収入が上がっていきます。どういうことかっていうと、
今日は何々さんからこんな相談をいただきましたっていうことが口癖の人ね。それとか今日は何々さんからこんなお喜びの声を私にいただきました。こういうことが口癖になるとものすごく運気が上がっていきます。あとこういうこともありますよね、なんかまず私がやってみますね。口火を切るってみんなね、勇気がなかなか出ないと思いますけども、そういう時こそ勇気はなくてもいいんですよ。言葉だけ言ってみてください。わかりました、まずやってみます私がっていうふうにやってください。勇気は後からついてきます。だからね、まずやってみようかなと、頑張ってみようかな、挑戦してみようかなっていうふうにまず言葉を出してみてください。その言葉を自分の耳と心が聞いて、後から勇気が出てきますから。だからこういうのもいいですよね。やってみますとかね、試してみますとかね、私から飛び込んでみますって、こういうふうな精神ですね。そして精神とともにそういう言葉を口癖のように言ってる人ですよ。まずやってみるよとかね、まあ面倒くさいことはこっちを最初にやってみるからって、嫌なことだけどやってみるよ、まずはやってみるから、いやいやみんなそこにいて、俺がやるから、私がやるから、そういうふうなことを口癖になっていくってことがものすごく大切だと思います。だから大抵の人はそうじゃないんですよ。誰かやらないかななんですよ。誰か言ってくんないからなんですよ。誰か割り送ってくんないからなんですよね。誰かが痛い目見てくんないかなってことなんですよ。でそういうふうに自分は動かずに誰かが試してね、生贄になる、生贄ですね、人柱になることを期待する人って果たしていい運が向くんですかね。だからね、まあちょっと怖い例を言いますけども、自分の家族がいるっていうふうに想像してみてください。まあ例えば私男性なんで、お父さんがいるでしょ、で奥さんがいる、子供が2人います。この家の中から1人とっても危ないことをやってくれと、死ぬかもしれない、誰か差し出せって言われたらどうします。自分が行くでしょやっぱりね。いやじゃあ子供行かせますみたいな人いますかね。奥さん行かせますって言いますかね。そんな危ないことなの、だったら家族にはそんな橋は渡らせられない、俺が行くっていうのが本来じゃないですかね。まあむしろそんなね、むしろっていうかね、もちろんねそんな危ない選択っていうのは今現代にはなかなかないと思いますけども、どちらかというとその家族って枠組みだと分かりやすいんですけども、じゃあこれを社会ってものに例えた時にね、誰か一人もうこのね、例えば日本という国、日本という国をこれからね超大型爆弾で滅ぼしてやるみたいな宇宙人が来て、この日本人の中で一人だけ犠牲を出してくれれば、生贄を出してくれれば他のやつを助けようって言った時に、分かりました、じゃあ他の人たちが助かるんだったら行きますっていうふうなね、そんなこと言える人っていますかね。だから実際そういうことは起きないと思いますけども、ただ心意気だけはね、そういう言葉を発していくっていうのはもう私はねすごく運気を高めることだと思うんですよ。めんどくさいこととかね、どうしてもやらないといけないこと、誰かやってくんないかなって思うこと、誰しもあると思うんですけども、そこで大事なのはまず俺がやってみると、それでダメだったら残ったみんなで次の方法を考えてくれっていうふうにいつも思えることとか言えることなんじゃないかなと思うんですよ。まあ私はね、その言葉の重みっていうのはそういうふうに感じてます。ですので最初はね、はったりでもいいんですよ、言葉だけでもいいんですよ。その言葉だけすら出ないでしょだからね、言うだけ番長でいいんですよ。言わないで黙っていて、誰かが言わないかなっていうふうに黙ってる人が多い中で、言うだけの人っていうのも貴重ですよ。まあ、ですんでね、花山さんね、YouTube やって1年以上経つじゃないですか。言葉だけっていうふうに自分では感じてるかもしれませんけども、それだけでも大したもんなんですよ。この1年間でね、高い志を持ったと称して挑戦して続かなかった人がどれほどいるかってことなんですよね。続けてきた私が見て思いますけども、まあね、1年続く人って本当いないんですよ。その分言葉ってのが軽いんですよね。自分で言ったことにも責任持てないし、いや言う責任すら持てないんですよ。今回の動画のまとめですけども、私たちはね、年齢を重ねて、大人になり20代になり30代になるじゃないですか。どうもね、責任を回避しすぎなんじゃないかなと思うんですよ。そんなことやったら責任取らされるのこっちなんですよっていうふうに思ってないですか。堂々と責任は俺が取ると言えないですかね。責任は取るからやってみろよと、責任取るからやろうよと、言えないですかね。まさに言葉の力っていうのはそこに出てくると思うんですよ。まあ以上でございます。